ジャン君、もう落ち着いたね。はい、いいからね。今日の病院騒ぎの経緯をまとめますとですね、昨日の夜、ジャン君は血便をしました。血便の中でもネットですぐ見たんですが、うんちそのものに血が混じっているのか、それともそうではなく、ということを、書いてあったので、ジャン君の、うんちの方を、見るとですね、うんちそのものは綺麗な、健康なものでした。その周りというか、一部に、鮮血ですね、綺麗な、血が、ついているという形です。それから血だけが、床にも落ちていました。そして、そのまんま移動してしまったジャン君のお尻に指を、こう触れたところ、指に鮮血がついていました。ということで、おそらく腸の、最後の部分ですね、直腸に近いところあたりか、あとは地で肛門が、切れてっていうことかということではないかと。で、病院に行きましたところ、触診を、指を入れるという形の触診をしてくれました。で、どうやら上の側の5センチくらいのところが、なんていうかな、こう緩くなっているというか、粘膜ですね、がこう柔らかくなっている部分があって、そこに血があったという形です。さあ、そして、いわゆるしこりのようなですねものもないし、その触診の段階としては大丈夫そうというか、特に問題はないと。で、うんちの方も成分を調べたところ、虫がいるとかそういうことでもないということで、念のためというかですね、一応何があるかわからないということで、1週間後にもう一度行ってですね、これがね、何て言ったか忘れちゃったんですけれども、何かのその器具を使った、検査ですねをしましょうねと、いうことでした。その血便に関しての問題は、その結果が出たら、全てがはっきりするということだと思います。ただ、ジャン君が病院に行った時ですね、開口呼吸って言ったかな、口がふっと開いてベロが出てハッちゃうみたいってなっちゃった。これが、ずっと続いていました。で、これは、その状態になる子は心臓に疾患がある子は良くなると、まれに緊張が高すぎて、そうなっちゃう子はいますよという中の、おそらくこの緊張の方だと思うんですね。ご自宅ではなったことありますかって言われましたけれども、一度もありません。そしてうち、に帰った後にまだなるようでしたら、危険なので連れてきてくださいということでしたが、うち、に帰って、ポンちゃんが助けてくれたっていうのもありますけどね、ほどなくして普通に戻って今はくつろいでいます。なので、心臓疾患の、可能性は薄いのかなと。とにかく緊張するたちだということが分かりました。で、先生との会話の中でですね、そもそもが、その先生、ジャン君を、発見したその病院の先生なんですが、新しい先生だと思います。で、ジャン君の古い、歴史を知らないのでですね、とにかくすごい子だったということを話し、そして、そこから、回復してというかですね、人と慣れて今、とても甘えた、人がいないと泣いてしまうような子になっているんですということで、その精神的な不安定とか、
そういうものを抱えている可能性がある子なんですよということで、ああそれならわかるかもというようなことでした。なのでですね、1週間後の病院がとても心配です。また開口呼吸になってしまうかもしれません。その開口呼吸っていうのをしている間は心臓に多分負担がかかった状態になっていると思うんですよね。その極度のストレスから来ると思うんですが、それがあまり長引かないように、したいと思います。もう何だったら、診察が終わったら、ジャン君だけ黒犬が連れて帰ってしまうっていうこともちょっと考えようかなと思っています。これで、今のところ特に何かが悪かったということではなくということなので、次の、診察を待って、ということになりました。ちゃんこっちにも遊ばせてよ。二人とも、はいはい。今日はジャックンが怖がってビビってるとこをポンちゃんが助けてくれました。ねえポンちゃん、ジャックンいじめないでって立ちふさがりました。なんかジャックンとポンちゃんの方にすごいね、うちの子たち。ジャックンは病院からもらった粉薬をチュールに混ぜたのをペロッと食べちゃいましたね。それできっと治るよ。はい、次はカオリンさんですね。はい、必ずシャーを言わないといけないのね。外に興味が出てきてるね。サウリンちゃん、手でなでなでができたら外も
可能性あるんだよ。どうですか？シャルなしだね。はい、カオリンさん、シャルなし。あんずちゃん甘えるだけなの？あんずちゃん、はい。あんずちゃん。あんずちゃん甘えるだけ？じゃあ、あんずちゃんも呼びちゅる。はい、おいしい。おいしい。よいしょ、おいしい。よいしょね。よいしょ、おいしい。よいしょね。どうですか？ここにありますよ。ここ食べますか？はい、どうぞ。